ブソングカーニバルがなければ自分自身の恋愛観について深く考えることはなかったと思います。素晴らしい機会をいただきました。そうだね。あのね、カリーさんから聞いたんだけど、しおりこちゃんってあんまり相手に干渉しない主義なの？はい、そういう傾向が強いと思います。私自身、相手の重荷になるようなことはしたくないですし、自由でいてもらいたいので。ただ、一つだけ守ってもらえたらな、と。一つだけ？それって何か聞いてもいい？はい、私との絆を目に見える形で持っていてほしいんです。二人にしかわからないようなことでいいので。はあ、二人だけの秘密だね。お揃いのグッズとかプレゼント交換したものとか。はあ、スマホのホーム画面をしおりこちゃんの写真にするとか。そんな、もっと小さなことでいいんです。私だけがわかるような、しおりこちゃんにだけわかる絆。例えば、本当に軽くですけど、刃で首筋にプスッみたいな。素敵。あ、もうすぐ出番でした。行ってきます。行ってらっしゃい。しおりこちゃんのラブソング楽しみにしてるね。皆さんこんにちは。虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の三船しおりこです。今日は素敵なイベントで歌うことができて光栄に思います。私が大好きな人に求めることは一つだけです。私とあなたとの間にある絆、それがあれば十分なんです。ただわがままを言えば、その絆は私とあなただけが分かるものだと幸せです。私とあなただけの秘密を